表参道でなんかおしゃれなカフェ入ればいや絶対そうです。でもこの仲良くなってるのがもう届くなって、でもなんかそこまで遊びたい。私もね、そういう店員さんいたわ。仲良い店員さんいたんだよな、難しい。あるよね、そういうタイミング。レンチを。ありがとうございます。オッケー、シュドコ、アルコホラニア。イエーイ。We will ride now.はい、気をつけて乗ってください。はい、気をつけて乗ってください。転ばないようにね。はい、ありがとうございます。それではね、本日はご乗船ありがとうございます。ここからね、下流再記録がある。少ないんだ。こっち向いてよ。長瀞はね、景色の良いところいっぱいあります。景色をね、楽しみください。でまずね、右側に見える大きい岩です。象に見える象岩です。右上ね、オレンジ色がおでこ、下に伸びてるのが鼻、で左側が胴体。そうするとね、なんとなく象に見えるんですか。まあね、なんとなく見てください。でこの先もね、動物にね、見える岩で、またね、紹介して。この辺で川底を覗いてもらうと、すごい浅いのがよくわかると思います。でこれ以上水が少なくなってしまうと、渇水でライン下り中止になってしまう。それぐらいね、ギリギリの水位ですね。今ね、ちょうど紅葉がね、見ごろを迎えまもなくね、流れ入っていくね。あれもグラブ。余ったジャケット、席の上に置いといてもらっていいですか。次の人もね、使うので背中にね、クッションとしてね、使用してください。それではね、ビニール準備お願いします。あ、ビニール準備だ。まだまだ伸ばされたね。伸ばされたね。まだネタ見る。大丈夫。前の方ね、しっかりね、ビニールお願いします。
3名ちゃんとね座っててもらっていいですか。白鷺がいます、ね、岩の上に。さっきのとこ水量が多いよね。バケツ 2,3 枚ぐらい水入ってる。もっと波が高くなりますね。すごい岩が崩れてると思う。これね、自然に崩れた岩。大きい台風が来ると今の水位からね、5メーター、6メーター水位が上がる。で、2年前の台風19号ですね、右側のね、フェンスぐらいまで水量増えた。でね、岩の作りが横目になっています。ミルフィーユ状ですね。で、川の流れに非常に弱いです。上にね、ダムが4つあるんでね、水量一気に増えます。見えてる岩すべてね、天然記念物になってます。なので、動かすことや砕くこと、持ち出すこと、禁止されています。崩れたら崩れっぱなしです。で、このトロ場が長いことから長トロという地名になってますね。川の名前が荒川です。下流100キロ先、東京の隅田川まで。で、源流が70キロ先ですね。拳岳、山梨県にある。で、上流の方では非常にお水きれいです。東京都民の飲み水にもなっている。荒川ね、全国で魚の種類2番目に多い川。大体の川魚はすっきり。川底を覗くとね、ウグイという魚がね、いっぱい泳いでる。だったらね、探しながら来てください。で、正面に見える橋ですね、水道管が通っている水管橋です。で、歩行者自転車専用の橋ですね。地元の小学生の通学路として使用されています。橋がなかった時はここに渡し船が通っています。で、左側にはね、カワウがいます。魚食べちゃう。で、坂道の真ん中に、ね、青いジャケットを着ている方がいます。うちのカメラマンです。写真撮るんでね、合図が立てます。お願いします。はい、お願いします。バッコイ。はい、ありがとうございます。優しい方ね、手振ってあげてください。お船来るのね、ずっと待ってます。一中ね、立ちっぱなしになりますね。右側がね、キャンプ場です。長瀞オートキャンプ場ですね。
今ちょうどね入れ替わりの時間なんでねガラガラです。でもね人気のある客です。先ほど撮った写真の見本がねこんな感じになってます。ちょっとね、まあご希望の方いたら住所氏名連絡先ですね書いていただけると約1週間から10日です。郵送になりますね。で代金が後払いとなってます。もしよかったら旅の記念に1枚ね差し入れてください。でこの写真船の上じゃないと頼めません。早めの検討の方お願いします。左側にアオサギがいます。それではね、またビニールね、準備お願いします。正面見るとね、トラックが見えてます。あそこが到着地点です。で、下流3キロで下ったことになります。で、またね、出発したところが中間地点になっています。そこからね、上流3キロに行った A コースもあります。5時間あるようだったら、探検灯を見せれば安くなります。次はしてみてください。で下った船はね、あんな感じでね、ユニットで4層まで保安状に上げてね、集んでいくそうです。昔はね、人がね、川伝いを引っ張ったみたいですね、ロープに。一日何層も出なかったみたいです。月の石もみじ公園というところでね、16時から21時までライトアップやってます。よかったらね、見に来てみてください。入場料が200円ですね、大人がね。で最後紹介したい岩ですね、ちょうど正面に見える大きい岩、
真横を通るときにカエルに見えるカエル岩、同じ方向を見て、ね、座ってるように。この右側の岩ですね、前の方の方はだんだん見えます。で、無事カエルというね、すごいね、縁起のいい岩で、ちょうどいいとこにね、あります。で、最後船にブレーキついていません、乗り上げて止まります。少し揺れるのでね、座っててください。で、ジャケットは脱いじゃって大丈夫ですね。ありがとうございます。で、忘れ物が非常に多いです。忘れ物をしないようにお願いします。で、帰りのバスは正面のバスですね。こちらね、本日はご乗船ありがとうございました。気をつけておいてください。はい、ありがとうございます。Got a new quarter.